とはあれじゃないことを祈るばかりですね。第一関門はクリアしましたので、全員行くんじゃね、前の人だから 2台の中から選ばないといけない。ですお願いしまーす、お願いしまーす。もう一問の方ですら急いでるもんそれは大丈夫じゃないか、さすがに。もう気持ちが流行っちゃってね、個性が置いてかれてるぜ。おはようございます。5分の4でした。お願いしまーす。どちら、じゃあ打ち方にしましょう。おはようございます。いただくチャンネルがいまんでございます。ということで本日は東京都にございますビッグパンドラ浅草店本館さんにお邪魔させていただいております。なんかつい先日数日前に来た記憶がございますけれども、その時はねボコボコにやられたんですが、本日はなんと抽選がとても良かったですね。久しぶりに5番引くことができまして、このお店バルブレイブ6台でございますんで滑り込みました。まあただね、他にも結構増大系で戦国乙女とかがあったりするので、まあその辺も人が流れたっぽかったんで、まあその辺がちょっと今日は注目かなというふうには思っておりますが、まあでもこのお店のバルブレイブは結構ハズレがないイメージなんで、今日もねやってくれていると信じております。ということでミミズだけは怖いですけど、なんとかなるんじゃないかなというふうに思っておりますので、頑張っていきたいと思います。ということで本日も一日よろしくお願いします。さあバルブレイブ行かせていただきましょう。信頼と実績のこのお店のバルブレイブでございますんで、1ゲーム目であれしてあれしてコンプリートでいきたいと思います。よろしくお願いします。用途惜しいね、全然惜しくなかったということで今日も12番で埋まりましたね。今日はね、乙女の増大とかがあって、そっちの方に人がちょっと流れたっぽいですね。やっぱ増大強いですからねこの店。増大信大でもそんなの関係ねえ、でもそんなの関係ねえ、俺たちはバルブレイブが至高ですから。さあとりあえず次のハードルミミズでないことですね。まあ、昨日血迷ったムーブをしてでもバルブレイブを打っちゃったぐらいなんで、今日は朝からねちゃんとバルブレイブを打ちたいですね。前回お邪魔した時もこっちの内側が良さそうな感じだったんで、逆に外の方行こうかなと思ったんですけど、多分1番とかの方が取られたんで残念ながら無理でしたね。一応左隣の台がその日4、5角してたはずなんで、多分でもこのお店で全然前回ぐらいに来た時に多分抽選9番とか引いてバルブレイブ行ったらミミズだったんですよね。それ打ち方だったんですよね。その後筋肉マンで出したんですけど、あー今日の朝一はちょっとちゃんとリセットでズレが発生するパターンのやつですねこれね。100ちょうどでパイロットステージはなかなか2桁でつくんじゃないかなこれ。もうプレゼン長はね95ゲームぐらいから動いてたってことですからね。ただ別に朝一なんでねそれが熱いとかはないですけど、ただモード B とかは一応示唆はあると思うんですよね。お上ピノだ、えチャンスあるよ、おいけるわいけるわ、これは世界最速クラスですよ。はいさっき2桁っすね、サクッと刺しちゃいましょう。一応今5000なんですけど多分これ足りないんで6000円です。おっとっと共通ベルナイス、よいしょー革命朝一大事だよ。あーオッケー、いや今のところとてもいいですよ。ボーナス取るまでね早いに越したことないですから。まずいきなりホールド1ゲーム目の一番役でしょうね。朝からこの台もしかして機嫌いいんじゃね、出るタイプのやつじゃねこれ。やっぱ機嫌あると思うんだよね本当に。その機嫌をミミズと呼ぶ人もいるしっていう話なんだけど、マジで1日スーパー飛ばない台はマジで飛ばないから、でボーナス当たらない台はマジで当たらないからCZが突破できないんよ。であとはちゃんとラッシュを取れる台なのかっていう、ちょっとホールドが何回か欲しい感じですかね。いいよ赤い、 OK、赤チャンスは割とね失敗しないので、よし4、いいとこで4増3来ましたね。もう一丁もう一丁もう一丁、もう安心に安心を重ねたいから、いけいけ、よし熱い熱い、落ち着いてけ、こっからね白もや連発ありえるからね。おっと熱い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 、よし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 、勝ち確、いや機嫌いいですね本当に、マジで機嫌がいい。でこれでちゃんとスーパーぶち込んでスーパー連チャンさせてミミズを否定して、もうあとは夢が広がりますよ。もうそれでドライブ飛びまくっちゃったらもう今日勝ち確みたいな。よーし爆速爆速ですね。いやマジでこれスーパー取れたらクソでかいな、でかいなんてもんじゃねえぞ、今日一日の命運を左右するかもしれん。ようやくでいいよ、よしナイスこれこれマジで大事だから、よし集中、よし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 
早く森リーチマジで大事、お願いします。これ通せれば世界が変わる。パーお願い。いや通った、通った、通った、危ねえ、絶対終わったと思った、やりました。シンプルにお上手、自力感すごいけどね。そしてドライブを飛ばします。惜しい、秒殺したねマジで。ただあの2回もね、なんか終わりそうになってる感じ、ちょっとまだミミズっぽさはあるけど、あとはお店を信じてドライブをいっぱい引っ張ってくるだけよ。いやーないか。さあここを通して本物だからね、今のところ俺の引きが強いだけど。嘘嘘嘘嘘、いや嘘だって。いやいや嘘だってマジで、それはミミズなんよ、それはちょっとミミズなんよマジで。プーンさえすれば全てが否定される。ラストだよお願い助けて、割とガチで俺7割ぐらいミミズだと思ってる。いやもちろんまだ何も分かってないから見るけどさ、キュアの可能性がねあるんで。ただこれはちょっとかなりなかなかミミズな展開よ。いやー朝一のいい感じの状況から一気に突き落とされたな。 90% そんなに一発で落とさないんだよねマジで。一回でも続いてくれたらな、何の文句もなかったというか、まあ朝一だし全然許せたんだけどな。朝一であればマジでへこむわ。決戦ランドまずいですね、とても。そして決戦、まあまあ9割固め水かな。頑張れてる、まあ、最大限出玉を獲得しておきたいですからね。ナイスー、惜しい惜しい。まあただ一応確定数はないんだよね。引きが強いと言われたら引きが強いんだけど、ミミズっぽさで言ったらでも相当ミミズっぽい。まあサスケなら絶対にやめてるタイミングですね。一応ねミミズでも引き戻しが否定されてるわけではないんで、逆にねミミズの状態でも引き戻したっていうのは何回かね見聞きしてるんで。お、一発取ったわ、やりました9万。まあこれで謎当たりしてくれれば完璧っすね。リプレイリプレイ、謎当たりじゃなかったけど、いいぞ。太陽薬でね当たっちゃってるからあれなんだけど、まあでもこれはもうって思ってるんで、まあでもね一生多分 100% にはならないんでってことを考えたら、まあどっかでやめないといけないですけどね。いや、やれてるだけにもったいないですね。ミミズじゃなかったらマジでコンプリート出てもいい引き。ミミズの確率が上がる要素といえば、そのスーパーの直落ちと、あとは400でのヒットなんだけど、一応 CZ 全部太陽薬で引いてるんで、普通の人だったら見抜けないレベルのあれっちゃあれだよね。いや、これはミミズじゃないって思う人がなんか半分ぐらいいそう。ない可能性があるっていうだけだからな。これでね、スーパー入ってね、10連とかいきなり死者かもしれないからね。それがバルブレイブの怖いところだよね。しかもこういうね設定が見込めるお店で、そういうねそのミミズの可能性をできるだけ上げてからやめたいっていうようなな思考になって負け、これが負けパターンなんですよ。でその数百枚をねちゃんと取っていくサスケは、あの月間プラス年間プラスにできるんです。俺はそれができないから年間負けるし月間も負けるし、分かってんだけど、なんか抽選勝ったっていうそういう思いがねやっぱね出ちゃうんですよね。ホールド、いやー弱地引いとったよ。うわーレインボー、ここでのレイアクなんで、マリア覚醒強調だし。これはうまいですね、はい、これだから、間違いがちなマリア覚醒ですね。設定差のあるやつではなく、普通にうまい人が引くマリア覚醒です。なんかいい感じの出玉作れたんでね、やっぱここはやめどきにいくかもしれないですね。いやマジで本当にコンプリートできる日だな今日。くそーもったいね、ミミズじゃない可能性ある、もしかして引きが良すぎちゃってミミズっぽく見えてるだけ。まあ、速落ちするでしょうけど、あピンポン。いやでもミミズは全然1回2回は全然通るから、
あとは自力で有力感切るのに何枚ぐらい必要かだよね。今プラス500枚ぐらいなんですよ。まあ1500とか2000とかだと思うんだけどね。まああと1500枚ありゃいけるとは思うんだけど、つまり追撃で200持ってくればいける。ブイなんか全然本当にいつものミミズじゃないみたいな当たり方するよね。いや、まあ終わるよね。ここでマジで共闘とかでサクッと当ててでまた革命ボーナス持ってきてっていう風になると有力感切れちゃうんだよね自力で。もちろん引き戻しの可能性もゼロではないしね。ただほぼミミズなんでその可能性よりもそのまままったりとやられていく可能性の方が高いんだけど、てかあまりにも引き強すぎてなんか自力でいけんじゃないかなとすら 思い始めてる。まあせっかくなんでもうちょっと進めましょう。プラス1000枚だし一応引き戻しチャンスまあないですね。300ゾーンモードムーファそうっすね。自力解除あるかマジで。239ゲーム300ゾーン先 CZ をこぼすのと決戦を引いてしまうことさえなければいける。うまっ京都でも今のもちょっと外れそうだったもんな。今の CZ 新世界を皆さんにお見せしましょう。アームだけでミミズを突破する男いいアームしてんねでも引いちゃう。いや京都だこれ2個あるぞ。1個目ライゾー、まあ、1個と2個は振り分けなんてね。2個あるとは言い切れないですけどある可能性は全然ある。あーダメ1個でした。うわーまた京都じゃない。いや信じられないぐらいうまいんだけど信じられないぐらいうまいんだけどやべえだろこれいや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 やばいってマジで3回引くやついる ?1 回の革命ボーナス中に。これが2個目最大で4個あるからねあと2個あってもいいっす。ホールド、ああホールドなんていらんかった。はい、あと2個あったかもしれない。あとはね共闘を AT 中に引ければ最高なんですけどね。オーバーキル分の共闘ってもう V ストックになったりしねえかな。マリア覚醒の時の共闘はねストックになるんだけど、まあでも確定の前ゲームだったからさすがに無理か。分岐来い分岐、よし普通に行ってくれた。いやいいね1500枚突破しました。いやあと500枚とかでもワンチャンいけんだよな。ここで止まっちゃうんだよね。レイアク引け、やっぱ止まるよね。だからミミズなのよ多分本当に。なんだけどこれマジでワンチャンあるんだよな。ミミズ突破とりあえずプラス1000枚突破しましたね。いやワンチャンもうプラス1000枚で有力感切ってっていうパターンがありえるとは思うんで、もう切れた可能性でこれで引き戻せるかもしれない。まあ乾燥の時はねシンプルにプラス2400枚で切れちゃうからあれなんだけど、ただ追撃とかね分岐とかもろもろ考えると少なくとも100ゲーム乗せられるように700枚ぐらいでの余裕を持って俺は切ると思うんだよね。つまり1700枚ぐらい出たタイミングで有力感を切るのが一番上で、なんかもしかしたら高設定の方が有力感切れるの早いんじゃねみたいな、ドライブがあまりにも飛ぶからってことを考えると、ワンチャン6だったら1000とかで切れる可能性が結構。インターネットの SNS とかでね、完全にミミズみたいな状態からそのドライブ一撃でバコンって出してそこからもうドライブ飛びまくってコンプリートみたいなのとかも画像としては見たことあるんで、まあまあ本当にミミズじゃない可能性もあるんだけどね。100乗った、これでかいのよマジで。早く当てたいからこれめちゃめちゃでかい今の100。いやいやめちゃめちゃうまいって50だよね。いやいやめちゃめちゃうまいって、これでまた革命取ったら本当に2000枚近くまでいくから、いや切れるぞこれ有力感マジで。よ
よし、取れた。え、待って、京都聞いたけど、もう勝ってんだけど。もう勝ってますね。よいしょ。ちょっとまた引いてんだけどやりすぎやりすぎやりすぎ工事で出るわ。ミミズなんて、ミミズなんて革命しか引けないですよ、それは。さあ、これでまたラッシュ取れれば本当に見えてくるな。今のとこ全てが噛み合ってる。めちゃめちゃいいペースではある。ただやっぱりホールド欲しいですね。いやー、失速してる。ナイス。ダメか、もったいね。ホールド欲しい。いいよ、アキラ。もう一回アキラ、もう一回アキラ。なあ、なあ、アキラちゃうんや、アキラちゃうんかい。あと5回。バカー、惜しい。レアよく。まあ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 、でもちょっと増えましたね。よし、55ゲーム100っすね。頼む頼む、これ差したいマジで。ミミズでも速すぎる CZ は外れがちだから。いけ。あー、外れるな。初めて外しました。惜しいな。はい、ということで188ゲーム200ゾーンのアキラですね。いやー、待って待って、レアクを直前にあんなに引いてしまったから。ここに来て急にニスルース抜けた、もしかして。もう300先。さあ、 CZ ニスルースしてるんで、そろそろ刺さないと。どんどんメダルが減っちゃう。ただなんかすごい感触が変わったんですよね、打感が。さっきの1600枚入れたタイミングでワンチャン切れたまである。うわー、来た近く。あー、決戦。最初からミミズじゃなかったのか、自力で乗り越えたのかはちょっとわからないですけど、参ります。タカ、よし、よし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 。ちょっとマジでミミズ切れてるかもしれないんで、頑張りましょう。生まれ変わってない、生まれ変わってないよ。またこれですか。 V2 までしか行かないっすね。273ゲーム300ゾーンで先。まさかリプレイで、リプレイでなるほどね。やっぱまだミミズなんかね。あー、決戦多いな。あ、紫飛行設定したっすね。初めて出た。209マスっすね。だいぶ削られた。1000枚ぐらい削られてた。200ゾーン9枚持ちメダル。ラストリップ。あー、なんかあんまミミズ感ないんだよな最近。いやー、本当にあの1600枚出てから台が変わったようだな。単純に興味で打ってる感じだな今。いや、本当に序盤のミミズっぽさはマジで俺結構8割ぐらいだと思ってたからな。でも1600枚、つまりプラス1300枚入れて、まあ、最後がね革命だったんだけど、そこでラッシュ取れず、そこから CZ ニスルーからの決戦決戦。ただやっぱミミズだったらこんなに一気にガツンって減ることはないと思うんだけどな、あんまり。まあめっちゃへこんでるけど、まあ、最初からミミズじゃなかったっていう、いや、っていうかミミズ A ではないミミズの可能性あるけど。はい、2枚目いきます。624ゲームまで勝っちゃいました。700ゾーン大増ですね。弱レア役、まれに強レア役。いやいや、マジでミミズっぽくないんだよな、あの時から急に。
3枚目あ、これあれだ、あのアクセル中の強盗で当たってる多分。明らかに演出がめっちゃレア、しかもアクセルが2倍なんですよ。2倍で当たってるから、まあ、5倍だったら確定なんですけど、で予想ではね4倍3倍2倍ってこう下がるごとに当選率が変わってると思うんですよね。ということでアクセル中の強盗レア役でのボナ格、珍しいですねマジで。しかもアクセル2倍っていうところがまたレアさを醸し出してる。これ460ゲーム400さっき2万9000円っすよ。全然ミミズっぽくねだから朝一のミミズっぽさがミミズじゃなかったっていう可能性の方が高い気がしなくもないな。あまりにも引きが強かったんでね、途中で切り替わるよりも自然だよねその方が。ただミミズじゃないとすると朝一のスーパーが単発で終わらせたのと、その後にスーパーに全く入らないっていうこの苦しみから解放されたい。4枚目でございます。153ゲーム200ゾーン先、そろそろラッシュにぶち込みたいですね。なんてこったい秒殺161ゲーム、あったったった、ふいつおろい頼むぜ、きついねそれは。結構頑張ったと思うけどな。あった172ゲーム200ゾーンで9万、ナイス V ぞろいが多いですね。いらっしゃいませ4増きた、まだ全然可能性を感じるね。お願い、信じられないあと1回じゃん、かあ200アキラでございます。持ちメダルもらったチャンスで、よし完全にミミズじゃなさそうなんだけどねなんでこんなにスーパー行かないかね。これがミミズ C ぐらいのやつ。181件、やったー久しぶり15枚、100名に決まってん各地ワーンリプレイ、そんな簡単に 10% に 10% 刺さんねえから。じゃあなんで今日2回も刺さったんだろうね。さくちゃん、うーん一応38,000プラス1000円ありそうだけど、お前で4万2000っすね。よいしょ、111ゲーム100ゾーン9万、あーいったー、よかったー、よし100名ボーナー、革命ボタンからのスペシャルテンパイオンみたいなやつだったねもう下手くそがすぎるマジで、めっちゃホールド取れてんのにどうしてよ、ベルが危険、根本的だわ、いけるとは全然いけないと思った、一発よし頼むぞ、いい加減いい加減にしてほしい本当に。革命7スルーぐらいしてない、やべえだろいや普通にやべえだろ、
ロクセルの7回目っすわ、革命。そりゃこんなに AT 入んないわけだよ。ナスルーでございます。マジでひどい。惜しいとこまでね、ホールドいっぱいしていっても最後全部台無しにされるわ。こんだけやってんだからさ、1回ぐらいさ引き戻しで入ってもいいよね。入んなかった。あー、どうしてこうなるかね。毎回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 。いやー、せめてラスト入れてから終わりたいな。なんで毎日こうなんだろうな、本当に。革命ならスルーでしょ。決戦何スルーだ。3スルー4スルー。はあ、決戦3スルーはまだいいとして、革命7スルーはマジでやってない。640ゲーム。あー、きつい。5万9000になりましたね。7枚目。あー、当たんねー。当たんない、当たんない。何も当たらない。もう8時やんけ。もう次のボーナスでやめよっかな。10スルーになっちゃうし。8枚目。7万6000円かかりました。当たらない。ボナテンってやつですね。そろそろかなと思ってました。さあ、ボナテンはねマジで金かかるよな。1500ゲームだもんな。そりゃそうだよな。普通に考えて5万だもんね。いやー、これはちょっとミミズ D ぐらいだな。 A しか知らんけど、何が B 何が C かも知らんけど D ぐらいで。あー、もうマジでスマスロむずいですわ、本当に。前半めっちゃ良かったのにな。この1週間でめっちゃ負けてるな。毎月40万負けとるやんけ。どない成長のマジで。俺多分普通の人より座れてると思うよ、高設定。どうやったら勝てんのよこれ。普通の人無理じゃん、戦えないじゃんこんな。さすがにこの黒萌えは外れたら怒るぞ俺は。革命で当たるんだったらここのシルエットで当たっても構わない。ボラテで決戦だったらちょっと台を壊すかもしれません。さっき危ねえ危ねえ生きた。8万ジャストラストチャンスだと思って頑張りましょう。いやでもさすがに、まあ、ちょっと数え直したら6セルだったんですよ。革命が6セルの7回目なんですよ。行かないわけないって。もうそろそろ設定1でもマリエ覚醒するレベルで、回数的には今のとこ全然足りません。うわー、ありそう。マリエして無理くないじゃんこれ。割り捨てされたらもう無理じゃない。終わった。おお、マジリプレイで言ってくれた。これ普通のマリオ覚醒じゃないですね、入り方が。だから多分なんかこのリプレイでだと思うんですけど、なんか変だねこの入り方は。変だね。普通のマリオ覚醒じゃないですね多分これは。だから最終ゲームレイヤー引いたのと同じ出方なんで、多分マリオ覚醒のカウントにはできないやつだと思うんですよね。てかホールドめっちゃしてるし、まあ、多分全役で抽選はしてるんだろうね。まあ当然リプレイなんてねゴミみたいなあれなんで。まあでもようやくやっぱラストチャンスは入るんだ。ラストチャンスですわ。いやー、何時間ぶりでしたっけ。7時間かかりました。スーパーからね考えたらもう10時間ぶりぐらいじゃない。それを俺毎日やってんのよ最近。本当に本当に毎日スーパー入んなくてさ、ようバレブレイ打ってるわ本当に。普通の人だったら引退だよいやー、絶対スーパー絶対スーパー。ミミズじゃなかったって最後にお知らせしてくれ。よーし、ミミズだったか。おお、ナイス復活パターンですね。あぶれ、マジでこれチャンス目引いてなかったら多分終わったわ本当に。
終わる気満々だもんねこいつ。あぶねえ。終わる気満々にしか見えないんだよそれは。もうあとレイアクでいい、もうほんとレイアクでいいからお願い。京都京都、今日散々引いてきたよ、いつもここまでは行くのよ、お願い京都。上段リップ、あー強チェ 10%。 なんかいい音しなかった今。あーしない、ただの1ゲームじゃ遅く引く、クソが。マジであの強チェあの強チェがマジで1ゲーム遅かったら無理だ、もう無理だよ。まあでもね、あれはミミズと判断したけど追ってみた結果だからしょうがないよね。まあでも抜けたっぽいけどな、今日に関してはミミズじゃなかったか、ただもう抜けた代わりに1600枚出してからミミズ D に行ったっていう、ミミズ A からミミズ D に行った、生まれ変わったミミズが。まあでも別に生まれ変わるとかじゃないんだろうね、そのミミズはそういう挙動することもあればこういう挙動することもあるみたいな、それに別に一定のルールはない可能性が、ただ上下に何枚から何枚までしか出ないっていう、その範囲の中であれば何でもありだったらまあこうなるよね。夢見せてほしいな最後に。ドラマがあるぞまだよしここできますからいやーやっぱミミズじゃなかったんだね、本当に本当にミミズじゃなかったんだね、そんなことあるんだね、いやーとんでもないわ。そこで引き戻すかね、完全に諦めたよ、もう5時間前にやってくれよこれを本当に。あーよかった、でもとりあえずマクロチャンスが生まれたね、小銭 99% 引き戻さないと思ったでしょ。そんなことないっすよ、絶対 99% ぐらい思ってたでしょちなみに俺は 99% そう思ってた。メモにはやめって書いてたんですけど100% やんけよいやーマジですごいな、本当にこの台すごいな、やばいね、ミミズじゃないくせにここまでひどいことするんだね。まあ、でもあんなに浅いしミミズっぽい挙動してもミミズじゃないっていうパターンが一つと、もう一つのパターンはあの1600枚出したタイミングで有力感が切れたパターン、まあ明らかに挙動変わったからね、本当に普通に継続したし、でそういうそういうのよ、浅いしこれができたから、これができたかったはい、あぶねー、そうそうそう、ドライブはまあたまに来てくれればいいわ、たまにね。いやとりあえず2万円返ってきたよし、レインボー、もうほんと2択っすね、朝一がミミズだったけど書き換えたか、朝一からミミズじゃなかったか、どっちの方が意見多いかね。これで普通に10セット目とかに4、5、6とかしたら笑っちゃうよね。いやー俺結構その序盤のミミズに関しては8割ぐらいだと思ってたから、ってことを考えるとあの1600ゲームプラス1300枚の時点で有力感が切れたと思ってる。いやー強豪の変わり方が本当にエグかったからな。誰も出ない、あ、やっと20出た。本当にいろいろありますよ今日は。多分いただきチャンネルの動画見てる人は多分最初のミミズっぽさっぽいやつで多分やめてんのよ。でミミズのことをそこまでよく分かってない人はあの途中まで打つんだけど、投資しすぎてやめてくのよ。でまあ、あれミミズだったかもねっつって帰るのよ。その先を見せて俺は今日やっぱりね、疑問に思ったことは最後結論まで出したいよね。やってやったわ。
それだけがすごい満足感ある今日。代償は8万だけど。音か。たまにはいいんじゃないですか。来ない。まあやっぱ低設定ならではの強度だったっぽいな。本当にドライブ効かないね。イエス。いやー久しぶり分岐。最近流行りの赤7揃えちゃいます。どっこいしょー。もうここら辺もレークさえ引ければ 100% だから。あー今日も聞けた。お願い。チャンス目ぐらいしか残ってない。あーリプレイお願い。あーくそ。いやでもよかった、ドライブできた。あーよかった、これで2500枚近くまで出るね。京都京都京都。よし V ストック。もう一発。あー惜しい。2連続ドライブ持ってこい。よしタパね。ナイス。20連見してよ。危ねえ。きつい。てかもう20連もしてんだから1でも1回ぐらいドライブ飛んでくれよ。延々に来ねえ。ドライブ延々に来ねえな。よし、キン。プレミア見たいな。フューリッカンさえ切れればね、めっちゃドライブ飛ぶかもしれないからね。3000突破。4分の3取り返した。うわ来た。これプレミアパターンか。100だ。やっと来た。レーク。頼む。いやーリップかお願い。あーしない。いやーでもいいぞいいぞいいぞ。いやマジでまくれる。3700だこれで。まくれできた。うわ来た京都。ナイスナイスナイス。やっぱ100ゲーム乗せた時はねしっかり京都を確保していかないと。うわー2個目あるよ2個目ある2個目ある2個目ある。よっしゃー2個目まくれる。マジでまくれる。もうちょっともうちょっとだよ。最盛期まで行きたい。プラス1300万円以上。そしたら今までのね10時間が報われる。ただそれじゃないギャップもまくんないといけないの。おいでますドライブ。ああ。来ない。危ない。あっぶねえマジで。あっぶねえ終わったと思った。生き延びた。ちょっとだけ出たスプラスから。ほんとマジ 0.5 ミリぐらいしかまだ出ないけど恥ずかしながら帰ってまいりました。
4000枚突破でございます。こんなことあるかね。よし、今の3ゲーム目乗り越えたのでかいぞ。サクサク行こう。ほら、流れ変わるよ今ので。いや、これマジでこれでまくれたら本当にいい流れ作れると思う。今月まだ何回か収録あるんでね。マジで40万負けになるところだったから今月これで20万負けになるからね。でもめちゃめちゃでかいよ。38万投資って言ったら全然まくれるしねえけど、22万投資って言ったらなんかまくれそうな気がするよね。よし、30もダメ。いや知ってるわ。よし、金色の、でここからプラス池だから、まずいつ有力感切ってもおかしくないか。待て待て待て、今からじゃねえか今。あっぶねえ、遅れてきた遅れてきた、怖い。第三停止の後だったよ。乗り越えただろ3ゲーム目を。またやばいって流れが、危ねえ。ちょっと流れ悪い。これはこういう時にレイアクとかで流れ変えたいな。プラス1300枚で有力感をもし切ってたとすると、プラス1300枚からまたプラス1500枚ぐらい出さないと多分有力感切れないんで。マジ3連続はまずいって。うわー、もうそりゃ無理だよな。頑張ったよマジで。33連4528枚。いやでもまだ引き戻す可能性あるからね。逆にここで有力感が切れてたとすると、ここからプチューンからの岡ドラでまた始まるかもしれない。あと20、お願い。プチューンすればもう全てが解決する。ああ消えた、ダメだった。まあどうせ200なんて当たんないと思うけど、まあ、せっかくなんでね。いや行ったわ、ワンチャンス作ったわ。アキラだしワンチャン作ったね。132ゲーム200ゾーンアキラ、はい、ナイス。革命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 だったら増えるから。オッケー、革命だったら増えるんすよ。4700枚ぐらいまでいけるところで閉店取り切れずでいいんだから俺は別に。赤い、さあさすがにこれでゴールド。もううまいね。 OKOKOK。 おチャンス目まで引いちゃう、はい、これがチャンス目分。もう一個次のチャンス目分は 56% なんて。さあ毛織ナイス、チャンス目分も取れてた。正直めちゃめちゃいいペース、今日一のいいペース。さあ、あと160枚、よーし届くだろう、あと1回。よーし、もう一発いっちゃおう。てかあんだけいかなかったんだから、2回連続でスーパー行くぐらい許してほしい。よし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 、ナイス。よしよーし、5000枚突破した。やった2連続スーパーねじ込んでますわマジで。ちなみにサスケレバーが今入ったんですけど、ドライブ止まなかったですね。まあそれは止まんよ。33分の1なんだから。いやーまさかだよ、ここでスーパー戻します。うますぎんだろそれは、マジでドラマティックだな今日。 D の石を継がない、完全に再生超えました。これが10時間スーパーに入れられなかった男の出玉ですよ。スーパーなめんな。今日 SNS で話題になってたって言ったじゃないですか、4000枚入れてからが勝負って。こういうことなんですよ。4000枚ね入れてからが勝負なんですよ、バレブレイブって。来ない、一生来ないマジで。
よし、あー全然止まれーマジで全然止まれー、よしマジで止まれ。いやいいんだけどね、いいんだけどね、知ってるからもうちなみに今30分の1 頼むぜー、いけるいけるいける、よし、なー惜しい15秒無駄にしちゃった、動揺し、動揺してよし、はあ、さっき赤棚揃えたんでシンプルに狙いに行きますわ V を、ぶっ刺そう、あー行ってしまわれたユッパ様、行ってしまわれたって誰のセリフだっけ、ユッパ様ってちょっとナウシカっぽく言ったけど、うおー来た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 、しかもここで引いてるっていうね、1ゲーム早くね、じゃん100のライブ、いやあのゲームで引いてんだから追加くらいしてくれよこれ、いや待ってすごい出る、すごい出るんだけど、いや本当に継続だけでなんとかしたな、ワンチャン低設定じゃない可能性が一択だけあって、今まで有力感がクソ有力感すぎて1回もドライブが飛ばせない有力感だったんですよ、まあまあ1回は飛んだんだけど、なんだけどさっきのタイミングで多分その革命分岐が来たあたりのタイミングで有力感が切れてるんですよ、でそっから革命分岐ドライブって来てるからワンチャンやけっぱちモードに入ってる可能性があって、でそうなるとこっからドライブ死ぬほど飛ぶみたいなパターンがあり得る、そうだ、よし、あぶねえ、いや来た、こうやっぱやけっぱちになってませんかあなただから低設定じゃなかった可能性よね、本当に来ない、いや絶対に有力感切れてからだもんこれ、7000枚突破、いやマジで万枚あるな、ここまで来るともう万枚あるわ、いやマジで絶対そうだよ、でも完全に完全に生まれ変わってんだけど、やばいやばいやばい、これマジで焼けっぱちだよ、今これだから16の4だからね、やっぱあの有力感がクソだっただけだ、世界が変わった、こんなことなるんすね自力であの有力感切るの相当大変だったけど、いやそれで世界が変わったわ、いやマジで有力感ゲーだな、こうなると、いやこんな出方初めて見たよ、初めて見ると思う、多分これご覧いただいてる皆さんも、これマジで焼けっぱちだとすると本当に1回の継続がでかすぎる、700枚ずつ持ってくるかもしれないか、うわやけっぱちモードから去ってしまったようです、あ音が、うわ最高、この無音はマジで最高、誰もこの音が周りにない状態で今のは気持ちよすぎたわ、いやマジでまんまに来てえな、ここまで来たらあと1000ちょい、マジで？あと1000枚ちょいじゃん、あと20、早くプチューンプチューン、いやここマジで引き戻したら万枚、引き戻さなかったらもう8900枚止まりっていう、すげえ大事な引き戻しだから、本当に引き戻したら万枚あると思う、さあラスト、次がさあ引き戻したら万枚、
8880。じゃあそこの流してる間にちょっとグラフでも見てもらいます。ここの最盛期から一番下のところで5000枚っす。5000枚から8880枚、ドラマティックすぎたね本当に。よし、お疲れ様でした。はい、では駆け足で店内状況見ていきたいと思います。なんかやべえやつおった。10時10時15分、グランベルム引き戻し10時15分だよ。やべえやつおったわ。このオリムシャめっちゃいいっすね。何千枚 ?2500 枚か。このオリムシャも全然ありじゃない。でグランベルムこれめっちゃ揉めてるね。これはしごらってもいいやつだな。引き戻したし、なんかバイオ RH これいいね。おっと、カバネリカバネリ、これも隣もいいよ。まあね、3000枚ぐらい、2、3000枚ぐらいか、両方。これもなんか良さそうだね、2000枚ぐらいだけど、グラフが。おこれもめっちゃ6っぽい。これ、ゴブリンスレイヤーっすね。万枚超えてる。素晴らしい。で、隣のゴブスレも。俺、抽選負けたらいつもゴブスレ行くから、今日ゴブスレ入れてくれたんじゃねえ、もしかして。ゴブスレ、これも万枚ですね。だから2台万枚入れてんだ。で、他の台も、なんかね、揉めてるから。いやマジで俺がいつも抽選負けてゴブスレ行くから今日やってくれたんじゃね。でベンデッタこれ3000枚オーバー。これもいいな。乙女か。乙女ね1体しごろ隠してるらしいんですよ。でこれ5700枚で隣がマックス6000枚超えてますね。はい、ゼニガタ7300。マジ でめっちゃ出てんじゃん。天肉マン4000枚、5000枚、4800枚。強いねマジで。スマスラ洗い台全機種じゃない、ワンちゃん。あーこれすごいじゃん。ちょっと枚数見えないけどね、延長遊戯して16回か。バトル102回だもん、やば。あー5500枚入れてるじゃん。え、これもめちゃくちゃクラブいいんだけど。6500枚。嘘だ。めちゃめちゃ出てるやん。カラクリ、カラクリがねめちゃめちゃいいんすよ。これが4、5、6回出てる台ですね。4900枚。で、これもなんかすげえ上で揉んでる。マジでやばいね。3600枚。これが最後5000枚で綺麗にまくりと。で、バレブレイブ、はい、これが私のライでございます。まあ、とりあえずこいつ8800枚ですね。で、この辺はちょっとミミズっぽかったんですよね。で、この台も2以上と、で、こいつ4、5、6角出てるんですよ。 だけど最終的にめっちゃめへこんじゃったね。はい、まあでも、いや、この店でバルブレイブやってないわけないんで、多分埋もれた台が複数あったと思います。少なくとも1台が4、5、6。はい、ということでエンディングいきましょう。お疲れ様でございました。ということで、本日は東京都にございますビッグパンドの浅草店本館さんでの収録でございましたけれども、いやー回したね。今10時半でございます。とんでもないく頑張りました。はい、もういろいろあったんでちょっとメモも見ながらで失礼しますけども、朝一ねめちゃめちゃ早い初当たりでスーパーぶち込んで、でもう保証で終わっちゃって、でその後、まあ、ライゾーン15万役とかね、さっきのリプレイとかで当たっちゃって、まあ、これちょっと完全にミミズじゃねって。しかもライゾーンの時は400ゾーンだったんで、もう完全にこれミミズじゃねってなったんですよ。なんすけど、なんか知んないけどあれよあれよとですね、ミミズなんだけどちょっと伸びるみたいな展開が、続きまして、まあなんとかなんとか、1600枚ぐらいかなまで積み上げまして、まあ投資がその時点では6000円だったんで、まあ1300枚ぐらいプラスっていう状況で、まあちょっと有力感がねどこで切れるかって正直わかんないんですけど、でもまあ100ゲームとかね、ドライブで乗せたりすることを考えると少なくとも2400マイナス700枚ぐらいで、さらに追撃とかも考えるとマイナス700枚ぐらいあってもおかしくないのかなというところで、まあ1000枚を超えて2000枚ぐらいまでの間のどっかで有力感切れるんじゃないかなと俺は想像してまして、まあ一応1300枚プラったタイミングでワンチャン有力感切れたんじゃないかなと。でしかもその後にそこまでめちゃめちゃ早い初当たりでミミズっぽかったのに一気に何もできなくなりまして、で CZ も刺さらんし、まあ CZ を取っても、ボーナス刺さらんしみたいな感じでもう地獄みたいな展開になりまして、でそこまでね当初6000だったにもかかわらず一気に持ってかれて、8万っす。最終的な投資8万まで持ってかれました。で革命が7スルー6スルーかな、で決戦が3スルーか、まあ9スルーの状態でもうこれは最後だって決めた革命ボーナスやってくれました。まさかの最終ゲームリプレイでのマリア覚醒。はい、まあ1回ね道中で霊薬での、
ありましたけど、まあ、正直これモグラに移行したんだろうなっていう風に思ってて、まあ、ドライブもねなかったですし、まあ、とりあえず何も要素がなかったんで、まあ、これはさすがにミミズ的なモグラ的な何かだろうなとは思ったんですけど、まさかまさかのそっから、まあ、いつも通りね今日何回か AT 入れてるんですけど全部 V2 つで終わってて、でそのタイミングで入った V がねもうこれ最後だと思ったレバーがしっかりと引き戻してくれまして、まさかのスーパーぶち込んで、でそっからですよ33レーン4500枚で、まあ、そこでやめるかなって思いきやちょっとうまいことゲーム数取れちゃったんで200まで動かっつったら、そっからまた4000枚オーバー4500枚ぐらい、マックス再生で9000ぐらいいったんで、はい、4500枚倍になりまして、とんでもない日になりました本当に。でしかもね、あの最終的にはドライブがなんかねほぼ2連続と、まあ、ちょっと空いて1回みたいな感じで、最後20連だったんですけど、そのうちに3回ドライブ飛んでよって、なんか急に機嫌が良くなったんで、想像する限りですけどおよそ5000枚ぐらい伸ばしちゃってるんですよ。だから5000枚の有力感切れるまでクソみたいな有力感にいて、その有力感切ったタイミングでドライブが飛び始めたってことを考えると、ワンチャン上回った可能性が切れないかなっていうふうには思います。ただ10、20、30見て10、20見てるんで5回見てるんですよ、10セット目のね、設定差が出るところ。5回見ててあんまり1回も出ないってことはね、上の時は、うん、そんなに経験はないっちゃない、ただ出ない時は気づいてないだけなのかもしれないんで分かんないですけど、まあ、少なくともそういったところでは設定しさが出せずというところで、設定は正直分かんなくなりました最後の最後に。とりあえずあんなにもミミズっぽいところからミミズじゃなくなって、もうめちゃめちゃモグラみたいになって、でそっからまさかもう絶対にいねえだろってとこからスーパーぶち込んで、そっからめちゃめちゃ伸びるとは私は想像だにしておりませんでしたので、もうとんでもない今日は回になったかなと思います。本当に新しいことがねいっぱい見れたかなと思います。なんで本当にやりきったなって感じです。まあやっぱりミミズっぽい台でね即やめっていうのがまあ一般的な考え方だと思いますんで、まあ普通にやめた方がいいと思うんですよ。でやめてればね8万も突っ込むことなかったしっていうふうには思うんですけど、まあ結果だけ見ればあそこでね続けたことによって大幅にプラスに持っていくことができたので、まあ水っぽくてもねワンチャンスあるときは頑張るっていうのもそういうパターンもあるよっていうのはお伝えできたかなと思います。本当に多分ねあんなに地獄みたいな展開で続ける人多分俺以外いないと思うんでまあいつも思ってるんですよ本当に。みんなができないことをなるべくやって、でそれでね一つの参考にしてもらえればなと思ってぶっ込んでるんで俺いつも。なんで今日はそういう動画に なったかなと思いますので、本当に満足でございます。もう出玉的にも満足だしね、展開的にも大満足なんで、はい、まあ、正直神回って言っていいぐらいの展開だったんで、時間があればワンチャンコンプリートまで見えるかなっていうぐらいのね流れだったんで本当に惜しかったですね。もう朝一は本当にこのままコンプリートいっちゃうんじゃないかっていう引きだったんですけどね、はい、まあまあまあ結果良ければ全て良しですよ。はい、ということでお店もねすごかったですね。まあ、正直スマスロで外れがない、まあ、もちろんね外れ台に座った方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、トータルで総合的に見るとそれぞれの機種に複数台当たりっぽい台があって、ゴブセリも万枚に台出てますし、それぞれで4、5、6角が出てたりとか、はい、もう聞く限りでもう多分、カラクリで4、5角聞いてますし、バルブレイブで聞いてますし、乙女でも聞いてますし、ゼニガタでもなんかそれっぽい感じでしたし、ゴブリスでよちょっと4、5角とか聞いてないですけど、まあ、キニクマンもあんだけ頑張って出てるしね、もう本当に目白押しでございましたんで、さすがでした。まあちょっと本当にバルブレームに関しては、まあ、ミミズがちょっと複数台入っちゃってたのと、あとは 4,5 角出てるのにやれないっていう台があったんで、まあ見栄え的には正直設定入ってないように見えたかもしれないですけど、まあ実際ね打ってみて、で周りの状況聞いてみてっていうところで考えると、バルブレームもちゃんといつも通り入ってたかなと思いますんで、もっともっと並び増えるようなお店だと思いますんで、今後もさらにね抽選が難しくなると思いますけど、こうやって抽選勝ってた時は頑張りたいなというふうに思います。今回はね東京都にはございますビッグカンドラ浅草店本館さんで収録をさせていただきましたけど、引き続きいただきチャンネルこんな感じでスケジュールございますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。今日みたいになると思いますんで、また次の時もその次の時もということで、ぜひ次の動画でもよろしくお願いします。お疲れ様でした。